またまたどの件すいませんでした。あれ結構なんか僕も最近来たんですけど、なんか結構燃えてました。宮田さんのチャンネルでしたら珍しく天王のところと同じのやつでたんですよ。久しぶりです本当に。名前すらもう出したくはないんですよ。ボルデモートみたいなってるじゃないですか。そうそう、口に出したら、ね、どっちに出すだけで300の登録者がないですよ。今らしき言葉。そうだから今もすいませんね、ヒカルファンの皆さん本当に申し訳ございません。二度とあやつを登場させることは二度とございます。分かんないですけど、怪人みたいなところにあいつ売り飛ばしてるのかな。力をどうしますってやろうと思ってます。皆さん申し訳ございませんでした。優しいっすよね。そうですね、なんだかんだで名前出したり。だって結構あれ話聞いたら赤字すごいっすよ。聞きました、600万ぐらい赤字っすよ。それ何の件ですか。僕ちょっとそれ見てなくて、YouTube を始めると、はい、でも何もわからない、じゃあうちの会社のところから派遣してもらいますの、はい、全部の段取りをうちの個人事務所の方でやる。なるほど、まあ、そこから発生するお金が、まあいつ払う能力はないの。あ、じゃあスタッフ代を全部、あそこであいつのチャンネルがなんとか収益化できてうまく軌道に乗ればペイできていくのかなと思ったら、もうとんでもない、もう醜態を晒すだけ晒して、ファンすらこけ下ろして綺麗な球体のクズになったこんな綺麗なクズあんねん。全グラフが、全グラフが綺麗なクズ、パンパンのクズになった、最強の。ほんでもまあ赤字もしゃあないな。もんで最初に始めるときにヒカル君、いやそうなんです、僕もかかったかかっちゃったんですよ。スタートアップ投資かかっちゃった。なるほど。あ、じゃあ株主になっちゃった。そうなんです、なっちゃったんです。そこには問題がないんで、はい、俺のチャンネルにバタスが出てるときに宮田さん面白いって 言うてた言ってたもんやから。なるほど、宮田さん天才だって持ち上げたんそこまで言っちゃったんです。はい、天才っすよ、皆さん、うん、それがあったんで、スタートは、じゃあ、ここからスタートって、400万人と100万人のところからの、はい、背中を押されて、はい、スタートして、今、1、2万しかないよ。もう減るに減って、分別のついた登録者がちゃんと見てるってことですね。そうそうそう、ちゃんと何でも登録するわけじゃない。そうそうそう、やめさそうと思って最後ちょっとヒカル君のところでっていうことやってんけど、本当にあのご迷惑をおかけしました。大騒動です、ね、不快感しか与えなかったんで、ね、ヒカル君がかわいそうやった。なるほどね、ヒカル法のね力をブランドをね傷つけることになりますから、ヒカル法を目股を詰めたことによって暴発されるから初の痛みを伴う二度とあの球は詰めないです。